辰巳選手の方が小郷選手のロングはあると思います、ね、はい、センター出てきておりました。気にかけてくださりありがとうございますというメッセージお預かりしました。打ち上げてライトに上がっています。ライトが前進で足が止まりましたね。でも本当にこの辰巳選手のこれは空振り三振に倒れました、ね、浅村のちょっと悪い状況からセンターに上がった打球は伸びていってライトが打ちます。ここも緩い球で来て引っ掛けてセカンドを打ちました。一塁間に合ってツーアウトです。セカンド外崎の好プレーでした。サードがよく取った。抜けたかという当たりでしたけども、いやーサード素晴らしい跳躍力でした。小玉山石が去年ブレイクして、で堀内も先日一軍に上がってきました。ファーストが抑えます。ですからピッチャーが入って最後は変化球でした。小郷三振でツーアウトです。出だし頑張ってましたから。そうですね。ここは空振り三振です。一塁送られてスリーアウトになりました。さあこの回は辰巳から始まっています。3番からの攻撃です。これが最後高校生の、はい、吉野さんですね、はいはい、浅村の当たりレフトへ伸びていってジャンプ使いました。いやーここレフトビッグプレーが出ました。長谷川です。最後はフェンスぶつかりながらボールは通しませんでした。よく追いついてそしてよく取りました。いやーこれはビッグプレーですね。僕もね外野の方も今レギュラーとして活躍をするまでになりました。はい、嬉しい限りですね。本当ですね。これは引っ掛けてショートへのボールです。先頭バッター阿部ショートゴロで、さあ黒川です。うまく合わせたがショートが追いつけます。初球を打って森内セカンドです。一塁間に合って深くの村返し引っ掛けた当たりは三遊間サードがバットします。セカンドバットはどうか。スイングです。辰巳空振りを取られました。三振でツーアウトです。初球いったセンターに上がった打球は下がっていくセンターですがショートライナーです。いい当たりでしたけどもショートの源田が追いつきました。ワンアウトです。クールの体を作っちゃったわけですね。そうですね。まだちょっと貧弱なところもあるんですけど、1年目頑張ってくれましたので。そうですね、本当ですね。これもストレート続けました。高めまっすぐ146キロで阿部から三振を取りました。ヒットにつながってほしいですね。空振り三振。最後いいところから負けてきました。ショートを取った。そして素早く一塁へ。ショート源田好プレー。いやー強い当たりでしたけどもショートの源田がよく抑えました。そして取ってから素早く一塁へと送球しました。さらっとやってましたけども、いやこれね源田選手だからそう見えますけどめちゃくちゃ難しいと思いますよ。ショートへのゴロです。二塁でフォースアウト。これでスリーアウトになりました。浅村